撃マーサンポ、イスメディアの突撃マーサンポ。今噛んだでしょ。え、なんだって。噛んだでしょ。神田は石田店長の突撃マーサンポ。イエーイ。ちょっとです、なしです、石田店長です。イエーイ。なんなのこの流れ作業みたいな。だから、はい、もしかしてお姉さんどっかあの厨房から出てきた。大根のハーブ使おうねってやらいが。今日はこちら、はい、こちらどこだ。寄せ宮、寄せ宮、ゆき。そしてあの、ちょっと遠くになりますけど、そう、赤十字病院。赤十字病院、はい、はい。昔からずっとあるあの食堂があるんですよ。昔からずっとある。店長生まれる前から。もう分からん。ちょっと食堂。ちょっと字も薄め。いいねこれね。いい。あ、このマークもなかなか今店長ないですね。ペプシってマークも。いいよね。でも今日あれでしょ。許可取ったんでしょ。そうそうそう。先にちょっと取った。バレた？内緒。内緒にして。そういうすごい人気店なんで。すいません、ちょっと今日はインチキ。ちょっと人が結構いるからな、はい、あまり大きな声で喋るので、一の声で突撃マーサンポ。一番人気は何？ A ランチとすき焼きと。 A ランチとすき焼き、 A ランチとすき焼き、カツ丼、 ABC、 カツ丼。うん、うまそうだな、ね、A ランチはちょっと食べてみたい、食べてみたいところもありますか。ちゃんぽん食べたいな。ちゃんぽん、ちゃんぽん、高校の時はちゃんぽんしか食べなかったからちゃんぽん好き。すいません、すいません。あ、いいですか。いいですか。はい、 A ランチと、すき焼きとちゃんぽん、はい、はい、お願いします。お願いします。ちょっと静かに喋ってますけど。本当だな。しっかり、じゃねえと思う。しっかり、ちょっと近くない。ちょっと毛穴映るかね。ちょっと、いや、毛穴じゃないだからちょっと近い。もうね、お客さんがちょっと知らなかったか。隠す、はい、OK、です。でもなんかうちのディレクターはなんかちゃんぽんが好きじゃないっていうんで、今回このちゃんぽんを頼んだことで覆してんじゃないかな。覆されるんじゃない。覆される、うん、無視、普通に無視。高校の時よくちゃんぽん食べてたんですけど、なんか自分で取りに来てよっていうので、この食堂のおばちゃんがちゃんぽんって言う。絶対嘘。本当って首里高校の目の前のジュンのおばちゃんがちゃんぽん。じゃあ今度あのジュン行ってみますか。食堂やってるのかな。でもその真相さ聞きに行こうっていう。ちゃんぽん、ちゃんぽん。まだやってんのか。突撃マーサンポ。まあ、ちゃんぽんでーす。ちゃんぽんだぞー。すげー、これがちゃんぽんです。こういうふうにあのカツとか乗ってるっていうのを初めて見た。たまらんな。先に行っちゃっていいですか。あったかいうちに食べてください。あったかい来ちゃったんで、はい、じゃあこのね、うん、美味しそう。こういうところからさ行っちゃいます。来ました、来ました。すき焼きでか。すき焼きも美味しそう。すごくない、このじゃあ、ね、じゃあ待ってやば、いっちゃいます。グッ、うまい。独特のちょっと、ね、甘辛なタイプの、うん、甘辛マジック、うん、うまい。田代さんのもう生卵がね、うん、この卵これをもちろん、もちろん最初はこのほら絡めて、絡めてからの、うん、肉からいきます。いや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 、わんぱく。いやいやいや、肉もやるけど、これさ、このすき焼きのスープがめっちゃ卵が乗ってるのも珍しいよね。なんかね、県外はつけて食べるみたいな。あとこれ日本昔話かぐらいのご飯の量。ちょっとやばいのが、ドゥルルドゥルルドゥルルル。ちょっと店長遊園地みたい。すごい。ちょっと待って、これカツ、エビ、天ぷら、もちろんあります。天ぷら、焼肉、うん、そしてチキンでしょ、ウインナー、ミートボール。これも店長好きなものをちょっといっちゃう。
俺のもんだぞ。あれちょっとぐらい食べてもいいんじゃない、ちょっとぐらい食べてもいいんじゃない。あ、これ気になるね、店長。じゃあこれ気になる、店長これで。ちょっと行ってみます。私は、うん、私はちょっとほらこれ肉肉しくやってるので、うん、めっちゃうまい。ナス天、肉と玉ねぎの甘さがちょうどいいぐらいだね。揚げたての天ぷらも、うん、もうちょっと食べてみて。はい、私のすき焼きのしっかり出し吸い込む。おー、はい、これ女子受けいいと思います。これ野菜こんないっぱい入ってて、うん、本当だよな、うん、そばね、うん、そばね、こういうね、卵焼きがめっちゃいいな。すごい豪快な卵焼き。本当だよ、うん、うまい、あっさりしちゃう、あっさり、うん、これちゃんぽん自体も味は濃いめなんですか。ちょっとだから甘辛でちょっと濃いめなんだけど、だからほらバランスぶっといてるのかな、うん、お互いこう潰し合わないから、うん、めっちゃいい付け合わせのスープとしてはバッチリ、うん、豆腐も島豆腐がこんな大きいの1個入ってますから、うまっ。これ女子おすすめ、肉もいっぱい入ってるし、なんか食べても食べても減らない、はい、そう、ご飯が減らないな。結構食べてんぞ、結構食べてる。店長も。うん、ちょっと食べてみて。うん。もう野菜ばっかりで。やっぱすき焼きの肉、柔らかい肉とっても。おいしい。結構あれだね。しっかりとした、うん、ちゃんぽんの味付け。ちゃんぽんね、ちょっとね、あれちょっと甘辛っぽい感じ。うん、甘みをちょっと出てさ、進む。すごいこれ、あれなんかキャベツとかもその 甘く全部感じるね。ね、すごいんだよ。突撃マーサンポ。はい、あっち錆びた。錆びた。美味しかったね。だんだんね、店が混んできてるところ、声がでかくできないの。大きいけど。早速ね、これ、はい、マーサンポステッカー、はい、申し訳ないです。よし、じゃあ行きましょう。はい。ごちそうさまでした。マーサンポステッカー差し上げますので、これ目立つとこに貼ってみて、はい、それと僕貼りましょうかね。はい、いいですか。どこがいいですかね。ガラスの方がいいですか。何でもいいって言ってくれるんですよ、このお姉さん方は。全然否定しない、否定ゼロ。ありがとうございます。とっても美味しかったです。ありがとうございます。すいませんね、いっぱい忙しい時間に来てしまって。ありがとうございました。また許してもらえます。ありがとうございます。さあ、というわけでなんか勝手に貼っていいって。ちょっと待って、いやいやいや、ちょっと待って。どうしたの。もう外がこ、あ、もう中が込み込みすぎてめっちゃ声気使いすぎて、ね、またやっと OK の声で喋れる。ということで、はい、ステッカーをちょっと貼っていいということなんで、はい、店長が好きなところ貼っていいですよみたいな雰囲気でしたよ。もう食の安全の下じゃない。食の安全の下。ほら、こっから来てほら。ああ、確かに確かに。あ、すごくいいよ。いいでしょ。すごくいいよ。店長大丈夫？大丈夫ですか。じゃあこちらに。店長が行きます。あ、いいんじゃないですか。食の安心政権。お。安心かどうかわかりません。石部店長は。そうそう、安心な安心。そうそう、いやいや、笑いすぎた。よかった。大きな声で喋っちゃいけないっていうのは、もともと声が大きいからさ。そうそう、でも意外とさ、いや小さくね、喋ってたけど、喋ってたよ。結構奥まで聞こえてたみたいな。そんなんでしょ。でもね、あの、食堂の働いてるお姉様方たち、なんかみんなね、店長とね、もう写真とか撮って、もう嬉しい顔してたんでね。なんかさ、うん、あの、忙しい中よ、本当にいいのって思うぐらい、ちょっとこっちが恐縮してしまったんだけどさ。レバー炒めながらですよ、もう。本当だよ。炒めながら写真ということでね。締めをしないと締め、はい。あ、そうかそうか、まだ閉まってなかった。閉まってなかった。閉店がなかった、間違った。人のものか。はい。はい、ということで、はい、今日は、すずらん食堂、あの、タクシーのおじさんに、す
スズラン食堂ったら大体もう分かるのよ、うん、それガラス工場通りって言ったらガラス工場通り、はい、昔懐かしいような雰囲気と、うん、そしてまたなんかあの美味しいまたねちゃんぽんすき焼き最高でしたね。皆さんこっちに来るときに注意してもらいたいんだけど、はい、あのお腹めっちゃすかしてからこっちに来た。そこめっちゃボリューム本当。今日はこんなところですね、はいはい、チャンネル登録と、はいはい、コメントよろしくお願いします。